写真拡大。強化試合、日本代表2の4メキシコ代表9日、京セラドーム大阪。侍ジャパン強打中日が痛恨の走塁ミスを犯した。2点を追う9回、石1、2塁。上林ソフトバンクの放った打球は天一より後方の右。二走はタッチアップで三塁へ進んだが、同時に強打も二塁を狙った。だが、右翼手が冷静に二塁へ返球し、強打はタッチアウト。100% セーフにならなければいけない場面だったが、暴走で試合終了となった。この試合は8回までに3偵察、牽制に誘い出されるミスもあるなど、攻撃陣が振るわず。最後もまさかの幕切れに、稲葉監督も唖然とした表情でグラウンドを見つめた。フレッシュなメンバーで臨んだ2戦で、打線の組み方が良くなかったという、自分自身の反省ですねと指揮官。失敗を糧に、次戦以降につなげるしかない。